Hey everybody, I am Flip here with some Drugalia Lost, and this time we are having a rerun of a previous event, Resplendent Refrain. So, this event originally ran from the end of November to around the middle of December 2018. While I did stream this event back then, this was long before I started archiving my VODs from Twitch to YouTube. Thus, the original recordings are now lost. Which brings me to this video. I've already streamed the story once before, and I don't really have any wish to do that again, so I'm recording it instead. If you set aside Alias, it is a decent story coupled by an amazing soundtrack, and I really do hope you enjoy the story with, you know, absolutely no commentary from me. So, with that said, let us begin. よっしゃ、一丁上がりだ。魔獣の討伐依頼はこれで終了だな。それにしても魔獣を追ってとはいえ、ずいぶん遠くまで来てしまったな。すごく寒い、寒いよ。だな、近くの村にでも寄って温まってから帰ろうぜ。それなら近くに町がある。そこへ寄るか。あの町か。季節柄ちょうどいいかもしれないな。あの町って？そりゃ行けばわかる。案内してやる。ほら、ついてこい。こんな山あいに町があるなんてな。警備もしっかりしてら。でもこの町に一体何が？あれ、この音。綺麗な歌声ですね。これぞこの町一番の名物、ハルモニア合唱団の歌声だ。ハルモニア合唱団。音楽の素養を認められた少年少女しか入団を許されない名門合唱団だ。清らかな高音で歌われる歌は災厄を鎮めると言われている。年に一度この町で発表会が行われる。それがこの時期ってわけだ。殿下、危ないです。下がってください。待つんだ。彼は魔獣じゃない。彼は。そうなのね。白熊とか魔獣とか失礼しちゃうの。僕はドラゴンのマリティウス。よろしくなのね。マリティって呼んでね。あ、なあ、よろしくマリティ。やけに人慣れしたドラゴンだな。それにどうしてこんな街中に？そりゃ僕はハルモニア合唱団のオーナーだからね。何か文句でも？僕が合唱団をずっと守ってきたのね。その甲斐あって今ではたくさんのお客さんが聞きに来てくれるように。君たちも合唱を聞きに来たんだよね。なあ、
ぜひ聞きたいな。そうこなくっちゃ。僕が発表会の会場までご案内するの。行こう。わあ、今日が発表会の日なんだ。ラッキーだね。そうだね。よし、みんなマリティについて行ってみよう。別？何かあるのか？発表会開催100周年記念で豪華ゲストが2人も来てるんだ。2人とも合唱団の卒団生でね。1人目は指揮者のミクセル。今回特別に合唱団の指揮をしてくれるんだ。お集まりの皆さん、ハルモニア合唱団の発表会へようこそいらっしゃいました。本日指揮を務めさせていただきますこの合唱団の卒団生、ディクセルです。この記念すべき発表会に皆様に素晴らしい歌声を届けられるよう、後輩たちともども尽力いたします。プロの指揮ですか。めったに見られるものではありませんね。もちろんゲストだけがすごいわけじゃないけどね。今期の合唱団はみんなすっごく頑張り屋さんで才能にあふれてるの。その中でも特にすごいのがエリアス。ほら、あの子だよ。神の歌声を持つって評判なんだ。今回もソロパートを任されてるの。そんなにすごいんだ。ソロパートも楽しみ。早く始まんないかな。合唱団の発表の前にもう一人のスーパーゲストのステージがあるの。お楽しみに。始まるのね。トンチンカンな俺でも名前ぐらいは知ってるぜ。あの有名な歌姫の歌声を間近で聞ける日が来るとは。でもここからが本番なのね。いよいよ主役の合唱団の出番。
町の警備は万全なはず。観客の避難が間に合わない。魔獣を食い止めないと。どうしよう、どうしよう。マルティは早く観客や合唱団の子供たちを避難させてくれ。ここは私たちに任せて。早く。でも君たちは。俺たちなら心配ねえよ。魔獣退治なら慣れっこだ。そういうこと。あいつら町の外からなだれ込んできやがるぜ。よし、町の外へ押し返すぞ。みんな行こう。さあ、はい、これで準備はできたかしら。ああ、いつでも行ける。はい、おいを任せろ。行くぜ。ドラゴンと息を合わせるわよ。これ、ああ、そのためにまずは魔獣を倒そう。火災は入ってました。はい、これどんな敵が相手でも負けないわよ。必ず勝つわい。喜びの歌を歌いましょう。助かった。君たち強いのね。一体何者なの。俺はアルベリア王国第七王子。君が噂の王子様なの。ほへへ、全然気づかなかったよ。いいよ、それよりも、いつ魔獣が襲ってくるかわからない状況で発表会なんてできないわよね。観客の安全も確保できない。もう発表会は中止にするしか。この日のためにみんなで練習してきたけど、こればっかりは。諦めるの？みんなこの日のために頑張ってきたんだよね。そんなのつまんねえよ。なあ、魔獣を退治して安全が確保できれば発表会が開催できる。そうなんだね。そうだけど、でも魔獣を退治できる人なんて。俺たちが協力するよ。魔獣を倒して安全を確保する。それが終わったら発表会できる。ああ、全力を尽くすよ。だから少しの間待っていてくれるかい。はい、僕も。うん、みんないい子だね。どうかな、マリティ。合唱団のオーナーとして子供たちの願いを叶えてあげたいの。魔獣を退治して発表会を開けるようにしてほしいの。お願い。ああ、エリアス、大丈夫かい？別に、ちょっとむせただけ。ほっといてください。エリアス？先輩が気にかけてくれたのに、そんな言い方。先輩？歌を諦めたこの人が？エリアス！僕は、あなたを認めません。じゃあ、これで。おいおい、なんだよあの態度。あの席、もしかして。席？あ、
そこまで言われてあいつの心配してんのか。まあ歌を諦めたのは事実だしね。とにかく俺たちも協力するよ。ああありがとう。無事に発表会ができるようにみんなで頑張ろう。喉変な感じ。全然眠れないし、明日になったらこの声じゃなくなってるかもしれないんだ。怖い怖いよ。なくなれ全部全部全部。昨日の夢なんだか変だった。忘れたいのに忘れられない。全部なくなれって発表会のこと？違う、僕はそんなこと思ってない。合唱団にいられなくなるからってそんなこと思ってないよね。そっちにいたぞ。外なんだか騒がしいな。また魔獣が来たんだ。あの人たち大丈夫なのかな。くそ、次から次へと。町の中へ入れたら大変なことになる。雪山の方へ押し返すんだ。みんな行くぞ。はい、準備はできたかしら。はい、カバンも絵の具もバッチリ。次から次に出てきやがって。アフェラと落ち着いて倒していこう。感謝せんとな。トリプルドーリアセンスです。させね。えは、これでどんな敵が相手でも負けないわよ。はい、えいえいよ。喜びの歌を歌いましょう。キリがね。とはいえ引くわけにも。お困りのようですね。あなたはルクレツィアさん。あらあら、こんなにたくさん。前に出たら危ない、下がるんだ。優しいのね。でもこれくらいなら。えい、え、つえー、何者だよ。歌手じゃなかったのか。ただの歌手ですよ。でも趣味で武芸をたしなんでいて。趣味ってレベルかよ。とにかく助かりました。ありがとうございます。ええ、皆さんご無事で何よりです。ルクレツィア。あら、ビクセルとマリティ、そんなに慌てて何かあったの？何かあったのじゃないだろう。いつの間にかいなくなって。心配したのね。あら、このすすり泣きは。
が出ていくのを見て止めなくちゃって思ったのに、怖くて緊張して声が出なくて、おいおい、そんな大泣きしなくても、もう魔獣はいねえんだし。どうか泣き止んでね。こんな私嫌なのに、みんなにビビリって言われるし、たくさん練習しても舞台に立つと思い通りに歌えなくて、本当はもっと歌えるのにできなくて、でも本当は私ボエリアス君みたいに一人でもかっこよく歌えるようによしよし、あなたは勇敢な子よ。守ろうとしてくれてありがとう。とにかくみんな無事でよかったのね。順調に魔獣を倒せてるみたいだし、このままよろしく頼むのね。ピアチェはそろそろ教会へ戻った方がいいんじゃないか。ピアチェか、あの調子じゃソロを歌える日は遠そうだな。まあまあ、ピアチェなりに勇気を出してきたんじゃないか。みんな発表会を心待ちにしてる。早く魔獣を追い払わないと。心待ちにね。エリアスってガキはそんなこと思ってなさそうだったけど、態度悪かったし。そう無気になんなって、エリアスは素直になれないお年頃ってやつさ。かもしれないね。さあ魔獣の討伐を続けよう。お年頃か、それだけだったらいいんだけどね。じゃあ練習を始めましょう。まずは私が歌ってみせるわね。明日が迎えに来るから、これはただのお休み。ありがとう。じゃあ次はみんなの歌声を聞かせて。じゃあ、行くぞ。明日が迎えに来るから、これはただのお休み。ちょっと止めて、エリアス？はい、僕ですか？ええ、何か心配事でもあるの？え、どうしてですか？あなたの歌、不安に震えているように聞こえる。歌声は正直よ。はい。エリアスが注意されるなんて今まで一度もなかったよな。どうしたんだろう。はい、無駄話はしない。それじゃ先ほどの続きから。では今日の練習はここまで。ありがとうございました。エリアス君大丈夫？話しかけないで。エリアス君、前
あんな風じゃなかったのに、どうしたのかな。ルクレツィアさんに叱られた。喉がおかしくなければ僕だって、僕だって、どうして僕なの。こんなに歌いたいのに。この歌、ルクレツィアさん。僕はもうどんなに頑張ってもあんな風に歌えないんだ。なくなれ、なくなれ。何この声。なくなれ、全部全部全部。お前この前僕の夢に出てきた。何なんだよ、何がしたいんだ。大人なりたくない。全部全部なくなれ、なくなれ。それこの前も夢の中で。違う、僕はそんなこと思ってない。心の闇、闇の力、力、星。やめろ、これだ。闇の力、星。それとも僕また夢でも見てたのかな。なんかこいつらさっきより力増してねえか。そんな気がします。一体どうして。この先にはさらに強大な敵が待ち受けているかもしれない。みんな油断せずに進もう。さあ出かけるわよ。ああ共に行くよ。レデ、一体何が起こっているのでしょう。ドラゴンと息を合わせるわよ。強敵の気配だな、気を引き締めていこう。えい、まあ、中身は何かしら。えい、どんな敵が相手でも負けないわよ。必ず勝つわよ。喜びの歌を歌いましょう。すぐに終わらせようぞ。喜びの歌を歌いましょう。なんとか倒したか。これは異界のかけら。どうしてこんなものが。さっき倒した魔獣が落としていったみてえだな。ああ、とにかく町へ戻ってマリティたちに報告しようか。そんなに強い魔獣を倒しちゃったの。君たちやっぱりすごいんだ。
まあな、もっと褒めていいんだぞ。ほら、調子に乗るな。でも、おかしいな。この町の周りでそんなに強い魔獣が出たことなんてなかったんだけどな。ああ、こんなに頻繁に襲撃されたり強力な魔獣が出るなんておかしい。まるで魔獣がこの町に集まってきているみたいだ。もしそうだとするなら何か原因があるはずですよね。ああ、例えばこの町に魔獣を引き寄せる何かがあるとかね。それからもう一つ不可解なこと。魔獣が強くなってきているだろ。さすが、気づいていたんだね。ああ、何か力の源になるようなものでもあるのかな。もし力の供給源のようなものがあって、それに魔獣が集っているとしたら。確かに辻褄は合うな。だがまだ断定はできない。そうだね、全てを解決するにはそれらの謎を解く必要がありそうだ。ええ、魔獣を倒しきってもう一度発表会が開けるといいんだけれど。あ、エリアス、バカでかいあくびしてやんの。見ないでよ。こんなところで大あくびしてんのが悪い。どうした、寝不足か。別に、最近悪い夢ばかり見るから。おお、それどんな夢なんだ。怪物が出てきて僕の中の闇を。闇？おい、本当に大丈夫か。顔真っ青だぞ。別に平気。夢の内容は思い出せない、忘れちゃったよ。じゃあ僕もう練習行くから。おう、頑張ってこい。あんまり無理すんじゃねえぞ。悪夢ね。神の歌声を持つって言われてても悩みとかあんのかな。そりゃあるだろう。あのくらいの年頃はあることないこと悩みまくるもんだ。そうやって悩んで乗り越えてみんな大人ってやつになんのさ。わ、私が先に来たんだよ。私もルクレツィアさんに教わってちゃんと歌えるようになりたいんだもん。先に来たからってルクレツィアさんを独り占めする権利なんかないだろ。それにピアチェがソロパートなんて練習しても意味ないじゃないか。ソロパートは僕が歌うんだから。でも頑張りたくって。まあまあ、二人とも見てあげるから仲良くしましょうね。じゃあピアチェから歌ってみて。では次はエリアス。明日が迎えに来るから、これはただのお休み。いいわよ、二人とも。そうね、ピアチェは
自信のなさが歌声にも現れてしまっているわ。もっと自分に自信を持って楽しんで歌ってみてね。はい、頑張ります。エリアスはとても上手。いつまでも聴いていたいくらい。本当ですか？ルクレツィアさんに褒めてもらえるなんて嬉しいです。あとはもう少し荘厳さを意識すると良くなるかも。例えばこんな風に。誰もが すごい。この歌声はルクレツィアか。ですね。ああ、ルクレツィアはいつも一番だ。それは合唱団の同期だっけ。ああ、いつも競い合っていたよ。懐かしいな。ピクサルも優勝だったんだ。でも、それならどうして指揮者に。それは俺の弱さ。声変わりを機に歌から遠ざかる。そのまま歌を諦めて四季の師匠に弟子入りをしたんだよ。この合唱団は顔を数えるとしか再生できないんだ。でも結果オーライだよね。立派な指揮者になったんだもん。ああ、もっとも合唱団にいるときはそんなこと考えもしなかったけどね。一生懸命だからこそ周りが見えなくて固執してしまうこともあるんだよ。せっかく褒めてもらえたのに喉の調子がどんどん悪く、このままじゃ居場所がなくなっちゃう。この世界のどこにも、どこにも。今の音、何？山の方から。なくなれ、なくなれ。この声、まさか夢に出てきたあの怪物。どこにもなくなれ。それなら全部なくなれ、なくなれ。さっきから何をごちゃごちゃ言ってやがる。それ以上出てくんじゃねえ。ダメだ、聞いてねえ。このままじゃこいつが異界の狭間から出てくんのも時間の問題だぜ。ここで戦えば町にも被害が出る。それは避けたいが。くそ、異界のかけらを落とした魔獣はこのバカでかいのの手下だったってことか。異界のかけら、そうか。みんな異界のかけらを使おう。この魔獣が外に出てくる前に逆に中に入り込んで倒すんだ。なるほど、攻撃は最大の防御というわけですね。ああ、そういうことだ。みんな異界の狭間へ行くぞ。みんなのこと。はい、それ。
喜びの歌を歌いましょう。なんとか撃退できましたね、殿下。これでしばらくは安心かと。だが根本的な解決にはなってね。あの魔獣を倒さねえと。シロクマ、どうした？ラリティなの？それはともかく、あの魔獣どこかで見たような。あ、思い出した。あれ、サブナックだよ。サブナック？100年くらい前にこの町に現れてね、みんなで追い返したんだよ。追い返した？あんなでっかいのか？前はあんなにでっかくなかったよ。普通の魔獣で。エリアス、どうしたんだい？ちょっと気になることがあって。さっき吠えてた魔獣のこと、たまたまかもしれないけど、僕あいつを夢で見た。知ってるんだ。夢で？夢に出てきて僕の心を見透かしたようなことを言って。それで。そういや、悪夢を見るって言ってたの、あいつのことだったのか。私もあの魔獣を知っています。ルクレツヤ、君もなのか？実は俺もだ。あ、お二人もサブナックの夢を見たんですか？私は声を聞いたの。あの恐ろしくて悲しげな声、忘れられない。俺はエリアスと同じで夢に見た。合唱団を抜ける直前だったと思う。これはどういうことでしょう？わからないけど、調べてみる価値はありそうだね。マリティ、合唱団のみんなにサブナックを知ってる子がいるか聞いてみてくれるかい？ほいほいさ。ルクレツヤ、ビクセル、エリアスは詳しい話を聞かせてほしい。合唱団の皆さんに話を聞いて分かったことをまとめると、合唱団の子供たちの中にも何人かサブナックを知る者がいた。夢を見た、声を聞いた、いろんな子がいたよ。ですが実際にサブナックに会ったのはマリティさんだけ。それも100年以上も前なんでしょう？そうだよ、100年の間に大きくなっちゃったんだよ。100年の間に一体何が？サブナックと合唱団の関係は？別に関係なんかないかもしれないけどね。その可能性もあるけど、そうじゃない可能性も十分ある。今はできることをしつつ、サブナックについて調べていこう。そんなの大丈夫か、エリアス？エリアス、君、やっぱり。なんでもない。僕のことは放っておいて。なんか様子おかしかったな。追いかけた方がいいか？いや、そっとしておいてあげてほしい。今は考えることが山積みだろうから。ん？何か心当たりがあるのか？ああ、俺も経験したからね。
誰もが通る道、そう思ってもなかなか受け入れられなかった。もしかしてエリアスは。俺の口から言うことはできないよ、彼の問題だからね。そうだよな、分かった。エリアスの態度も気になるけど、本人が話してくれるのを待つよ。今は魔獣退治に集中だ。行こうみんな。はい、それさあ出かけるわよ。うん、わしも行けるぞ。ああ、彼の苦しみがわかるから余計にね。ベラゴンの準備もバッチリね。戦いもそろそろ最終楽章かな。ああ、最後まで油断せずに行こう。ドラゴンと息を合わせるわよ。喜びの歌を歌いましょう。なんだ、サブナックのこと何か分かったか。その通りなのね。え、本当に分かったのか。聞かせてくれるかい。ああ、サブナックを知る子供たちに話を聞いたんだ。子供たちにはある共通点があった。それは何だったんだ。みんな心に闇を抱えていたんだよ。闇？なんだそれ。嫉妬や憎悪、人の醜い部分です。この合唱団の子たちは皆音楽に情熱を燃やしています。時にはしのぎを削り互いを高め合う、それは素晴らしいこと。でも情熱の炎は時として強く大きく燃え上がりすぎて自分を傷つけてしまう。つまり、あの子よりうまく歌いたい、そんな純粋な感情があの子がいなくなればいいに変わることもあるってことさ。私も人を羨んでばかりいたわ。そんな自分が嫌になったりもして。あなたほどの歌姫にもそんなことが。もちろん、大人になるにつれてだんだん気持ちを抑えられるようになったけれど、今でも思い出せるあのほの暗い感情は闇以外の何者でもない。でも合唱団の子供たちの心の闇とサブナックにどんな関係が。もし、もしだよ、サブナックがこの街を狙った理由が合唱団にあるとしたら、100年前は小さかったサブナック、それがあんなに大きくなっちゃったのは、100年の間その心の闇から力をもらってたからだとしたら、辻褄は合うか。しかし誰かいるの？エリアス、もしかして今の話聞いて。僕、エリアス！
追いかけよう。エリアス、エリアス。王子、あそこエリアスだ。来ないで。僕この町を出ていくから。さよなら。待つんだ。いやだ。僕がいなくなれば済む話なんだ。そうじゃない。止まるんだエリアス。追いついた。エリアス、大丈夫か？つまずいてばっかりだ。なんで僕なんだよ。話をしよう、エリアス。はい。起き上がれるかい？自分で立てるよ。どうして逃げたりしたんだ？だって僕のせいだから。あいつ言ってた、全部なくなれって。僕の思ってたことをそのまま。全部なくなれ。合唱団で一番の君がどうしてそんなことを。ビクセルさんにはもうバレちゃってるよね。ああ、俺も通った道だからね。僕の声なくなっちゃうんだ、もうすぐね。やっぱり声変わりを迎えてたのか。うん、発表会のちょっと前から高い声が出にくくなって、合唱団にいられなくなるのが嫌で、歌えなくなるのが嫌で隠してた。僕は歌えなくなるのに、歌えるみんなが羨ましくて仕方なくて、僕が歌えない世界なんてなくなっちゃえって心のどこかでそう思ってた。そしたらあいつが夢に現れて、闇の力が欲しいって言って僕の心から力を奪ったんだ。あいつは僕の心の闇で強くなったんだ。やっぱり僕のせいだよ。違うよ、エリアスだけじゃない。他にも心に闇を抱えてる子いた。そう、俺だってあの化け物に力を与えてしまった者の一人なんだ。僕どうしたら。このまま利用されるしかないの？弱さにつけ込まれてあいつの思い通りになるしか。これからどうするかは君次第だ。君が自分で選ばなきゃならない。サブナックを放置して逃げ出すか、自分の弱さに向き合ってサブナックを倒すか、道は二つに一つだ。俺は逃げた。自分の弱さに向き合えず、歌を捨てて四季という新しい道を見つけた。逃げた先に新たな道が開ける場合もある。君は逃げたいのか？僕は。サブナックから逃げ、この街を去り、歌を捨てて。それが君の納得する答えなのかい？ううん、違うよ。僕は歌を捨てられない。歌が大好きだから。それなら君が選ぶべき道は初めから決まっているんじゃないか？うん、ありがとうピクセルさん。あと今までごめんなさい。僕自分の弱さに向き合うよ。これを乗り越えないと歌い続けられない。
自分の未来からもサブナックからも僕はもう逃げたくない。ねえ王子様、僕にもサブナックを倒すのを手伝わせて。でもそんなにうまくは戦えないかもしれない。でもこれは僕たちの戦いだから、自分で倒さなくちゃ。弱さが消えるまで何度でも立ち向かわなくちゃ。そうだな、わかった。一緒にサブナックを倒そう。これは魔獣との戦い、同時に少年少女一人一人の自分との戦いだ。息を合わせるわよ。えいえい、エリアス大丈夫か。怖いけどでも頑張るから。素敵、宝物よ。サブナックは僕の技、僕が倒さなくちゃ。はい、一緒に異界の狭間へ行こう。はトリプレット、ドラゴンと息を合わせるわよ。それ、この戦いでフィナーレよ。すぐに終わらせようぞ。喜びの歌を歌